가 누립니다. 도쿄님들 서른 때뭐 오키나와에 있으시기 마스카. 안타깝다고서 24살 若さですよ. 当時皆さん若めです. 当時は沖縄の若者たちみんな本土に行きたがってたんです。今と違うんです。ほとんどその当時沖縄の若者たちは本土に行きたがってたんですよ。私も若かったから24歳。どこ選ぶ？あなただったらどこ選ぶ？ 東京だよな。東京だよな。新宿もあるし、渋谷もあるし、秋葉原もあるし、麻布十番もあるんだよな。しかしよ、不思議なことに今でも分からない。本当に分からない。社長の思想に対して東京に戻るか沖縄に続くか。